どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、まあ、ちょっと、今ね、エドワード・グリーン・ファルカークをね、磨いてるっていうか、実験段階で、まあ、あんまり言わないんだけど、そう、実験段階で、ちょっともう何回かね、塗る話なんだけど、塗っていこうかなっていうふうに思うんで、まあ、その間にね、ちょっとお話をしようかなというふうに思います。で、私が2月、今年、2021年2月に、銀座のね、ミケーレ&シンという、まあ、ビスポークスーツ屋さん、イタリアでね、まあいろいろ実際に、イタリアの職人に頼んで、わざわざ向こうで作ってもらってるっていう、そういうスーツ屋さんを見つけて、インスタグラムで。で、実際行って頼んできたんですよ。でね、それが2月くらいなんで、仮縫いがね、2月じゃない、5月だかにあったんだよね。6月だっけな、 5月だった気がするんだけど、ちょっとあんま覚えないの。まあそのくらいだったんだよ。で、まあ完成が、7月後半くらいですよってやったんだけど、まあなんかいろいろちょっとミスがあったっぽくて1ヶ月延長になって、その後にね、まあ出来上がっちゃって、あ、俺仮縫いはしなきゃなっていう風に思ったので、今、します。ってことで、今ね、皆さん、お気づきのいい、お気づきのいいってなんだ、勘のいい方はお気づきだろうと思うんですけど、このスーツ、ミケーレ&シン、完成しております、すでに。ただ、まあまりこれは見せない。あえてね、いつも通りのアングルでやるんだけど、そう、あのね、このスーツの紹介はもちろん後でするんだけど、まあ、一旦仮縫いの話させてほしい。でね、仮縫いなんだけど、まあそうだね、私のはすごいね、特殊なデザインだったからちょっと時間かかるよって言われたんで、まあそれは本当は2ヶ月くらいなんだけど、そう、5月くらいだったから、まあ、3ヶ月くらいかかったわけよ。でまあそれはね、いろいろすごい要望多いからしょうがないと思うんですけど、仮縫いがね、今出てんかな、この辺に写真が、袖がねついてないんですよ。片方だけついてて、片方はタンクトップ状態。すごいんだよこれって。もうね、ピカピカさんが言ってたんだけど、その状態っていうのはつまりいくらでも修正可能ですよっていう自信の表れみたいな。まあそういう意味。だから、この位置でつけられますよっていう。すごいよね。それできてさ。で、まあね、ズボンとかそういうのは、スーツも、セッパとかはね、普通の状態で来たんだよ。まあそれも仮縫いだからいいんだけど。いや、なんかね、わ、仮縫いってこんななんだって。私ビスポーク初めてなんで、仮縫いも初めてだから、いや、こんななんだみたいな。でね、ちょっと意外だったのが、結構緩かったんだよ。で、俺もうちょっとこれって詰めてるっていうか、ぴったりめに近いくらいで気持ち緩いとか、まあもしくはぴったり当たりすぎ、あえてね。で、そっから緩くしていくみたいなのとか、まあそういういろんなね、やり方があると思う、採寸のね、仕方があると思うんだけど、かなり緩くて、なんかね、ちょっとイメージがちょっとつきづらかったなっていうのはある、正直ね。ただただっていうか、ほら、イージーオーダーとかでもさ、針をね、待ち針みたいにぶっ刺して詰めていくじゃん。で、そうするとさ、まあ、シルエットとかもちょっと見づらいし、あとなんかこう、ビローンってつままれてるわけだから、うまくその見れないんだよ。どこに線が生まれるのかっていうのがね、わかりづらくなっちゃうから、難しいなっていう。だから、もうちょいここ詰めてほしいとか、そういう感覚が、ちょっとつけづらいっていうか、
本当そのパターンオーダーっていうかイージオーダーの、まあいつもね福岡とかでやってるような採寸と似てたなって、ゲージ服着てね。だからあれやるんだったら、そもそも最初にゲージ服を置いてあって、でそれをその仮縫い前に詰めちゃって、であとその微調整っていうのを仮縫いでやるっていうのが一番いいんじゃないかなっていう、私が思うにだけど、なんかそっちの方がいいんじゃないかなっていう思いはあった。でまあいろいろねお話をしてって、でそうね、なんかあったっけな例えば切羽をこうするとか、私のは特にめちゃくちゃなあれだったから、ディテールだったから細かくね指示してやったんですよ。だけどね、どうやらその今コロナの影響でお店の人もイタリアに行けないらしくて、指示がうまくできなかったそうで、で失敗しちゃったっていうか、ミスっていうか、でそのミスのね写真も送られてきたんだよ。ちょっとこんな感じになっちゃったんで、これ違いますよねって確認でね、で、あ、違いますねって言って、あのちょっとやり直ししないといけないんで、これはもう1ヶ月くらいあのお時間いただきますって言われて、あ、じゃあ承知しましたみたいになったんだけど、いや残念だったね。なんかね、ビスポーク結果的に7ヶ月かかってるんだけど普通はねなんか4ヶ月くらいで終わるらしいんだよ。7ヶ月かかってピカピカさんがね、なんか高島屋でビスポークしたって時は3回縫い直して作り直して仮縫い含め3回やって採寸してやっと6ヶ月で出来上がったらしいんだよ。もし1回の採寸で1回の仮縫いか1回の仮縫いで7ヶ月かかってんから、あのちょっとこう言っちゃうとあれだけど、なんか映っちゃった、あの別のスーツ欲に映っちゃって、なんだその期待度とかどんどんさ時期が近づくにつれて高まってるじゃん。それがあれないあれあれ連絡ないないあれないのかなみたいな、でどんどん落ちてっちゃって連絡あったって言っても、ああってどんどん下がっていく一方なっちゃってさ、ソールもやっとくか。ちょっとね、あのなんか欲みたいなのがね、このスーツに対する欲みたいなのがちょっと薄まっちゃってたっていうのがね正直な感想。なんか出来栄えはね、ちょっとこれは後の話になっちゃうんだけど、すごい良かったんですけど、まあそういう話があるよっていう。でさ、なんか私の動画を見て実際に行かれた方がいらっしゃるようで、あのどなたか分かんないですけど、いやなんかそれは嬉しいなって結構ね、まあ、自分でのなんだけど、私の動画を見てあのスーツ屋さんとかにね赴いてくれるっていう方いらっしゃるんで、なんか嬉しいよねそう考えると嬉しいなっていう。っていうかでもね、まあさっきちょっと悪い言い方しちゃったけど、あの接客とかもねすごいいい感じなんですよ。あのそのビスポークっていうのは何だっていうと、そのミケランドシンの方にね言わせるとっていうのは、あのが言うには、もうゆっくり過ごして、そのスーツ屋さんでねゆっくり過ごして打ち解けながら、まあ、作っていくような、そういう感じが
ビスポークなんだよってイタリア式のねっていうお話されたんで、ああそうなんだみたいな、なんか日本の効率化をね求めるようなオーダーとは違うんだなっていうのは分かって、なんか結局私ね福岡とかでも結構無駄話っていうとあれだけど、わけわかんない話とかしちゃってずっとなんか知らんけど、あのスピリチュアルの話をね1時間くらいずっとしてたこともあったし、まあそんなこともあったから、まあ打ち解けちゃえば結局どこでもね一緒だとは思うんだけど、まあでもそういうスタイルでやってるって思うと、なんだろう、その効率重視ではないってことがわかるから、こっちもね、あの話しやすいというか、スーツについての話もしやすい。なんかほら、ああお客さんいっぱいいて、こっちも追い込まれちゃうんでね、独占しちゃってるわけだから店員さんを。だけどそういうのもないから、なんかそういう気遣いがあるなっていうふうには思いましたねって感じで、まあ仮縫いはね、まあそんな感じだ、そんな内容じゃないの実は。だちょっとね、あんまりその話そうって気になれなかったんだけど、ただ、うん、実際仕上がっちゃって話さなきゃなっていう逆にね、そっちの方行っちゃったから今話してんだけどって感じで、まあちょっといつになるかわかんないけど、このスーツに関してもね、またトルスを使って、レビューしていこうと思いますので、ちょっとトルスを使うのもねめんどくさいんで、いろいろ三脚立てたりとかさマイクセットしたりとか、なんかその辺をいろんな配置にねしたりとか、いろいろあるから、まあスーツもいずれ紹介しますので、その時はまた見てくださいということで、ミケーレ&シンね、20万くらいなんですけど、気になるという方ちょっと銀座まで行ってみてください。あの予約制だからまず予約しないといけないんだけど、まあそんな感じでね、仮縫いの話は以上です。それでは。